どうも、キスケです。今回は、メタルクーラーを採用した神聖強大な敵パーティー使っていこうと思います。はい、まあ結構強いと思うんだよな。このメタルクーラーが Z アビリティ非常に優秀なんですよね。うん、前まで強大な敵を、なんていうのバフしてくれる Z アビリティってなんかおまけ程度 でしかなかったんですよ。なんか誰々と誰々を強化、おまけに強大な敵 15% ぐらいちょこっとアップみたいな感じが結構多かったんやけど、もうこいつはがっつりと、バフしてくれるんでだいぶ強いのかなと思います。はい、まあ多分こういう形の強大な敵が一番強い形にはなるので、うん、これで PVP 回っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあこれでいきますか。まあ強大な敵パーティーはもう完全に俺好みのパーティーではあるんで、やっぱり敵役が好きなんでね、何にしてもガンダムとかにしても俺ザクとかの方が好きやからさ、ドクとかね。さあお願いします。やっぱり敵役に魅力があるっていうのはすごいねいいことやね。うん、まあ強いかどうかはちょっとまあ置いといて、うん、ただ普通に火力も出ると思うし、やれることが結構多いと思ってるのでこのパーティーはね。まあだからいけんじゃね。はい、見てくるか。やるな。どうしようかな。ターレスも久々に使うわ。メタルクーラー使ってんのが楽しいものすごく楽しい。打撃キャンセル振って、はい、で気力奪って、見せてくれる。 OK。 いやーちょっと良くないですね。うん、OK、 変身。いやーちょっと攻撃したいんですけど攻撃させてもらえませんか。はい、よいしょ。ちょい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 、マジで攻撃させてくれや、ほんまに頼むわ。撃つ？ライジングじゃないのか。はい、いやーもうちょっと挽回しよう、頑張ろう。どれが神やねんて。はい、入りそう。 OK、 ようやく俺のターンかよ。長え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 、本当に。はい、こっからよ。ターレスの火力も上がるんでね、これで。で、時間経過によって合体ザモスの火力も上がる。マジでこっからよ。回復されちゃいましたね。ようやく俺のターンやったのに。自分から攻めすぎやね、多分。言うて撃っちゃうんですけど。はい。うわぁ、通常打撃出ていく。体力1。体力1のメタルクーラーにライジングラッシュですか。呼んでいく。いただき。そら、女、序盤そんなに攻撃しといて。許していただけるでしょう。はい。気絶。気絶。ないか。気力取られていく。危ない死ぬ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 
オーケー。単発。いや、どうしようこれ。危ねえ。よし。ちょっと盛り返していこう、頑張って。はい。さて、どうしますか。気力奪って。見せてくれる。はい、ライジング。キャラチェンしない。よし。喧嘩両成敗なんかしないよ。年取ら敵なんでね。さあ。ロゼどうすっかな。ロゼしんどいね。ラグいしな、ほんで。ほんでもってラグいんだよな。いやー、合体ざます。帰ってきて。死ぬこれ。死なない。死なない、死なない。ちょ、体力がやべえ。ただ、メタルクーラーは、回復できるんで、アーツ打てばね。おいーっす。メタルクーラーで行きましょう。体力回復も兼ねて。オッケー。まくったな。はい。あの世に送ってやる。俺に勝つこと自体不可能なのだ。はい。落ちはしないでしょうね、これ。まあ、即必殺圧打って、パニシング奪おう。はい。あ、入った。対戦ありがとうございました。クズが調子に乗るからそうなる。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。未来パーティー多いな。キャラでゴリ押し。これでいこう。ちょっとターレス久々やからさ、ちょっと使いたいね。そう。まあちょっと1試合目ぐだっちゃったけど、2試合目はきっちり決めたいな。紫2枚。ターレスを舐めてんな。オッケー。はい、必殺圧。出てくるよね。おい。やべ。回っとる回っとる。ポテト。いやー。あいやー。さあ変身。今年もブラックフライデーなんかあんのかね。悟空ブラック、変身ブラック実装してるけどね。はい、タクレ。そう、射撃圧ナイス。このタイミングなんだよな。オッケー。いいよ、カバチェン外し。素晴らしい。お前の墓を建ててやる。おお、これは美味しいな。ブラック落とそう。で、あとは、ターレスで紫2枚落としていくみたいな感じでいきますか。まあ、ライジングはメタルクーラーで受けて、っていう感じでいいんじゃない。まあ、ただ、救急カート打ててないから、ちょっと火力は上がってないんですが、まあ有利属性やったらなんとかなるっしょ。くんな。くなくなくな。やるね。うん。剥がれましたね。いやー、これライジング緑で受けたいぞ。絶対に。是が非でも。頑張ろう。オッケー。しゃ、おお。マジかよ。バニシングないのにすごいな。はい、緑。じゃあ特殊圧でいきますか。ありそう。ないですね。なかったね。はい。さあ、まあまあまあ、これでイーブンじゃない？オーケー。まあ、これはしょうがない。
どっちが調子に乗ってるんですかね。最速取られていく。だるいな。邪悪さやな。まあでもターレス守ってれば多分いけるんだよな、これ。さすがに落とせないと思うんでね。はい。絶対の雷。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ほい。通常で止めて、必殺技で落としきっていくと。はい、さよなら。うわ、あれあれベジータさん、あなた、気力回復じゃない、バニシング回復早すぎひんか。ノンストップでやったけど。はい、マジかよ。OK。びっくりしたわ。信じられないですね。えい、俺嫌でしょう。絶えず攻撃が続いてくるぞ。 OK、 落としきる。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。スーパーサイヤ人パーティーですね。はい、悟空3入ってるけど出てくんのかな、これ。わからんな。いやー、あと1体。これでいっか。スーパーベジータが7凸か。なるほど。まあ、バーダックは確実に入ってくるでしょうね。このパーティーやったら。そこにメタルクーラーがぶっ刺さっていく。メタルクーラースーパーサイヤ人特攻やからね。超絶入るよ、これ。はい。うん、属性相性フリムコ強いな。硬いっすね、こいつ。通常。はい。いきますね。泥足上げて、圧が来ない。いやー、やるな。いやー、うまい。爆地カバチェン成功していく。で、十字砲。グランドクロス。危ないよ。ちょっとずれたね、今。はい、さよなら。やべ。やべやべ。OK。はい。さあ、ひざまずけ。命乞いをしろ。結構入るんちゃうかな、これ。どうだ。さあ、こっからターレスは火力がぐんと上がっていく。まあ、そんな入らんな。そんな入ってないですね。はい、いいですね。これはなかなか。このままライジングいけそうやけど、誰でライジングいく。さすがにライジングで落とそう。はい、頼む。よし、終わりだ。さあ、これでメタルクーラーがさらに動きやすくなったよ。結構火力高くね。むちゃくちゃ強いねんけど、なんでこれ。やば、びっくり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 。必殺、これ、後スキないんで。よっしゃー、こういうこと。控えメンバーに大ダメージを与えていくぞ。いやー、いいですわ。いいです、いいです。スーパーサイヤ人。はい。特攻が働いてるね。あー、強い。あー、落ちんか。惜しいな、これ。これ、ギリ間に合うはず。よし。あれ、ターレスとメタルクーラーが入れ替わってる。メタルクーラー落とされとったら、まあ、ワンチャン負けとったんで。ただメタルクーラーが残るとさすがにいけるはず。いや、落ちひんのかこれ。
落ちてくれ。全開覚醒さすがに硬いな。はい、 OK、 データをインストール。かっけー。かっこよすぎ。まっ、即発よし。対戦ありがとうございました。その程度では俺は倒せんぞ。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。未来パーティーがすげえ多いねんけど、なんで、なんでやろね。今流行のパーティーが全然わからない。てか悪の系譜も全然マッチングしない。あれおかしいな。マッチングしてないだけやと思うけどね。前のシーズンよりかは圧倒的に増えてるはずなんですが。よし、いやこれどっち、いやー負けた。カバチェンガシャ負けた。持ってるか、怖いなおい。よし、オッケーオッケー。結構出てくるね。もうワンチャンにかけてる感じやな。はい、2しか残らない。あ、全部いかれたね。これまだ治ってないのこれ。42あったやろ今。40じゃなかった、奪うの気のせいやったっけ。はい、これ落ちる、落ちんかなこれ、救急加圧で。あ、でも手札全部破壊されてんのか。いやー落ちはしないかな。ただ控えメンバーに結構ダメージ入ると思いますよこれ。いやーナイス、すげえ火力出た。はい、グランドクロスをお見舞いしていく。グランドクロス聖なる激凛。俺もう永遠に攻撃し続けるからね。 OK、 悪くないですね。 OK、 対戦ありがとうございました。戦い方では通用せんぞ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は強大な敵パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあそのメタルクーラーがいるおかげで、まあ、たまに出てくるスーパーサイヤ人、まあ、たまにではないか、まあ、結構な頻度で出てくるスーパーサイヤ人に対してがっつり削っていけるし、まあなんていうんかな、いろいろできるキャラが多いっすよね。変身パーフェクトセルはまあ一回コンボ止めることできるし、まあターレスに至ってはドロス速上げて究極圧で火力上げてみたいな感じで使わないといけないし、まあ、打撃カバチェンの合体ザマスもいるし、わりかしいろんなことができる、まあいいパーティーになってきたんじゃないかなっていう感じはしますね。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。